はい、ご覧いただきありがとうございます。ワンラボのワンです。夏も終わりに近づいているということで、今日はですね、まあ夏を代表する一冊といっても過言ではない、まあ自分にとってそのタレント系の写真集なんですけど、一冊を紹介したいと思います。こちらです。綾瀬はるかさん、ブレスという写真集なんですけども、この間、綾瀬さんの原色という最近出た写真集についてお話ししてる中で、まあ、ハワイで撮られてたっていうこともあって、同じハワイで言うんであれば僕は結構お気に入りのがあるんですよねみたいな話をさせてもらってたんです。でそれはもう後半にちょっとお話しただけだったので、まあ、せっかくなんであればその大好きな一冊をまた別でちょっと撮ろうということになりまして、今撮っております。これは、2017年に出た一冊で、撮影が高橋洋子さんということで、もう綾瀬さんともかなり関わりの深い方だと思います。こういった女優さんの写真集でいうと、まあ、一番思いつくのが蒼井優さんとは何冊も一緒に出されてますし、まあ、そんなにこう誰とでもこう女優さんといろんな人とやるというよりは、割とこう特定の人と深くやっているというような方で、まあ、それ以外のもちろん写真家さんとしてのお仕事の方が一番多いような方だと思います。大ベテランの方ですね。でこれに関しては、まあ、その全部ハワイで撮ったということで、まあ、いわゆるその綾瀬さん の水着姿とかですね、そういった一男性ファンみたいな方も満足させられるような要素も持ちながら、実は写真単体で見ていった時もなかなか鋭い切り口というか、何にも似てない一冊みたいな風になってて、本当に実はすごい一冊なんだというとこですね。お話できたらと思ってます。まずこの形は面白いというか、まああるっちゃあるけど少ないですよね、この横長の版型っていうのは。でこれを見てわかるのは、まあ、まずそのこのサイズの写真なんですっていうとこですよね。今回で言うと、まあ、いわゆるその 35mm サイズ、 35mm 画角の、写真を、今回に関しては撮ってるというところが一番のもうまず分かりやすいメッセージだと思うんです。でこう開くとやっぱこう横にこう長く見ていく感じになるので、まあ、個人的にはこの形ってやっぱりその映画っぽいというか、映像的になるドキュメンタリーっぽくなるようなイメージがすごくあって、で実はこの一冊、まあ、これ正解かどうか分かんないですし、こう関係筋からお話を聞いたとかじゃないので適当なんですけど、多分デジタルの写真が多くというかあるんじゃないかと思ってて、まあ、例えばこういう海の色というか、こういう撮り方だったりとか、まあ、この感じっていうのはちょっとデジっぽいよなって思って見てます。なんかこう落ち着いたこうベッドのシーンとか、こういったところではもしかしたらフィルムを使われてるかもしれないんですが、割とデジタルカメラでパシャパシャこうもう枚数気にせず撮っているような表情も多いなと思ってて、それってやっぱりこうこの版型でさっきも言ったドキュメンタリーっぽさを増してる一つの要因につながってる気がして、なんかこう表情もバッチリ決めたというよりはかなりこう何でしょう、記録に近いというか、少し離れたところからパシャパシャ追い続けているっていうような印象が強いです。なんかこの、まあ、もちろん水着でセクシーとかもちろんあるんですけど、なんか全体通してちょっとシュールじゃないけど、少しこう距離感があるのが印象的なんですよね。で綾瀬さんなんで結構そのお茶目で、もう一度した表情を二度としないみたいな、すごいいろんなお顔を持っているような印象があるんですけど、まあ、とにかくそういった面白いお顔というかね、魅力的な表情をもうひたすらこう残していくこの感じとか、まあ、結構そのシュールな切り取り方は面白いなと思って見てますね。でもたまにこうやっぱバッチリ、もうなんでこんなに美人なんだろうというか、この透明感はなんだみたいな、そういう、まあ、普通にもう驚きの美女みたいなカットももちろんたくさんあって、
こういったこうなんていうと街角というかカフェの隅に佇む感じみたいなのを後ろからパシャッと押さえていくみたいな感じも、こうパーソナルな一人の旅をこうちょっとこう後ろから支えてるというか、うん、でもこうなんていうんでしょう、離れた距離感から押さえるからといってすごく冷静なカメラかって言ったらそうでもなくて、やっぱりそこに感じるのがあのやっぱ愛なんですよ。綾瀬さんをに対してやっぱり愛がないと、なんかこの表情を抑えたいと思わないよなとか、この綾瀬さんの表情をみんなに見てほしいみたいなこうところってやっぱり愛情というか気持ちから来ているものだと思うので、やっぱそれは関係性のある人じゃないとなかなかそこをね押していくというか、綾瀬さんこんなに面白い人なんですよっていうようなことは結構やりづらいと思うんで、誰にでもできることじゃないなと思いますね。こういう顔とかね、何をしてる時の顔なんだみたいなのもあるし、なんかちょっとこうセクシーな格好してるんだけどもそれをそう取らないというかね、いやとにかくめちゃめちゃいいんですよね。メガネも似合ってて、衣装も本当に派手じゃないというか、なんかハワイの綺麗な海に行くからといってこうバッキバキじゃないわけですよ、全てにおいて。まあロケーションもそうだし、衣装とかなんかコーディネートするお店とかも結構日常的なお店というか、なんか現地に住んでる人が行くのが知らないですけど行くようなお店みたいな、でなんか色のトーンのものばっかりで、とにかく落ち着いてて派手じゃない、それがもうめちゃめちゃ良くて、これはね本当に名作です、間違いなく。写真家さんが見てもいいし、もちろん一綾瀬さんのファンが楽しむのにも本当に十分な一冊だなと思っております。ちなみにこの本が出る2ヶ月前じゃない、2年前に同じチームで撮った一冊っていうのもありまして、これなんですよね。シーストーリーズっていうタイトルの写真集がまた違う出版社さん、これは集英社かな、あ違う、さっきのが集英社さんかな、こっちが宝島社から出てて、一緒なんですよ、高橋洋子さんでスタッフさんも結構一緒な方が参加されてて、これはイタリア、全編シチリアで撮影、30歳の今を写す彼女のストーリー、水着 T シャツ帽子を持って綾瀬はるかとの旅が始まるっていうもの、高橋洋子さんと撮るならもう旅は必須というかね、あのゆうさんの方もそうなんですけど、これはねあのまたガラリと違うんですよ。同じチームでやってるのにもかかわらず全く違ってて、いわゆるフィルムばっかりです。その多分6、7とか中盤で撮った、まあ、こういった少しこう緑がかったような光の具合の写真っていうのがたくさんあるんですけど、半型もそうですけど髪も全然違ってて、さっきのは結構ツヤツヤしてる感じなんですけど、こっちはやっぱりこのフィルムの風合いっていうのが馴染むようなちょっとザラッとしたマットな髪を使っていて、持った感じもちょっと軽いというか、今でもこのトーンで撮る写真っていうのはすごく求められてると思いますし、やっぱり、普遍的だなというふうにこれはこれで思うわけですね。編集はこれ結構なんか面白いっていうか謎で、なんか季節が分かんないんですよ。はじめこう水着で泳いでるところが始まった次のページにニットで、このなんかユニクロの広告とかでありそうな雰囲気とか、あとここ面白いんですけど、そのずっとこの右を向いている写真っていうのがずっと続くんですよ。なんでだろうっていう。でこう章が分かれてるんですけど、それぞれの章に似た同じシーンの写真があったりとか、まあ、あとはその同じ電車内にこうやって全く違う服装をしてるとかね、まあ、行きと帰りかみたいな感じもしたりしたんですけど、多分電車の中で何着か着替えてるんですよね。なんか面白いですよね。結構そういうドキュメンタリー性を大事にする方でもあると思うんで、わざわざそうやって着替えて、しかも季節と全く違う服に着替えてるっていう、結構編集は謎で、深読みしようとしたんですけど、まあ、答えみたいなのは分かんなかったんですが、やっぱりさっきと違ってフィルムならではで、やっぱ
ぱり少しだけこう取りに行く感じというか、ちゃんと、画角を決めて、綺麗なフレームの中に綾さんをこう収めに行くみたいな感じはやっぱりさっきと比べてあって、そこがまた街並みも相まって、楽しめる一冊ですね。同じチームなのにこんなに違う作風で、2年後にやられているということで、いやー面白いなと思って、ま、こちらもまたついでですが紹介をさせていただきました。こちらシーストーリーズですね。ということで、まあ個人的にね言ってるだけなんで間違った情報もあるかもしれないですし、なんか知ってる人いたらぜひ教えてほしいです。なんかこういうことを当時言われてましたよとかですね、まあ、なんせ結構前のやつなんで情報もあんまなかったりして、好き勝手言わせてもらいましたけども、はい、ということで、夏の終わりに読みたい、夏を感じさせる、こう真夏に読むよりはちょっとこう夏の終わりを、ね、感じながらこう懐かしむように読む方が多分気持ちいいと思うんで、ちょっとこのタイミングで紹介させてもらいました。ということで今日は、ここで終わりたいと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。